観光庁船舶の部品メーカー、日本有数の会社です。3分企業研究アット福岡九州、今回も面白い会社をご紹介します。会社名高取製作所という会社です。本社は福岡県浮羽市、製造業の会社です。ポイントの一つ目、観光庁船舶の部品メーカー一貫生産体制とあるんですが、観光庁船舶どういうものを指すかといいますと、南極観測船しらせとかですね、海上保安庁といったような、観光庁が扱っている船舶、その中の重要な部品、例えばバルブとかですね、ストレーナー、古式といったような、そういう船に欠かすことのできない重要部品を扱っている専門のメーカーであり、その日本有数の会社です。その中でですね、一貫生産体制ってどういうことかというと、この重要部品を作るに際して、この素形材を作る鋳造の工程から機械加工、そして組み立て、そして検査、最終製品に至るまで一連のですね、作業を一社で完結することができることでですね、いわゆる簡単に他社が参入できない、非常にこう独自性の強い会社であります。そしてポイントの2つ目、自動化機器や新素材開発のチャレンジもと書いてるんですが、この自動化機器というのはですね、例えばバルブをはじめとしたさまざまな、これまで人の手で動かしていたものを自動で動かすような機器の開発であったり、新素材というのはですね、例えば水素燃料に対応する金属、水素燃料というのはですね、非常にこう次世代燃料として注目を集めているんですが、一方でこの水素というのが、この容器とかいわゆる金属を劣化させるというのが一つ大きな課題です。そういう意味でこの高取製作所さんがですね、福岡大学さんなんかと共同で、この水素に耐性のある、強い素材をですね、開発しようというので、そういう新しいチャレンジもしています。つまりこの観光庁船舶というですね、非常にこの安定的な需要と、それとこの新しいチャレンジというですね、両極端にですね、幅広い対応力を持っている会社、これが高取製作所さんです。ポイントの3つ目、最先端技術をスローライフで豊かにと書いてるんですが、こういったこう最先端、全国有数のバルブ、ストレーナーのメーカーであったりですね、あるいはこの自動化機器、新素材開発といったような最先端素材を開発しているわけですけど、それをですね、この福岡県浮羽市というですね、非常にこうのどかな高取山のふもとでやっているということでですね、非常にこの全国クラスの仕事をこの田舎のスローライフのところでできるというのも、この会社の魅力です。同社のですね、藤山社長はですね、社会に出た後もですね、ずっとこう学び続けるということを大切にされていて、社長自身がですね、山口大学の大学院に通ったりですね、そういうトップイノベーターの企業さんたちと一緒に共同で勉強したりですね、そういったことをされている企業さんです。ということで、大学を卒業して就職した後も学び続けたい、自分の能力を高め続けたいという、学生さんにはおすすめの会社です。